ございます。極寒ですね。寝てるのは全然暖かかったんですけど、車のこういうとこまで凍りましたね。内側が多少凍ってますね。マイナス5度6度ぐらいかな。10度ぐらいまで行ったかな。いや寒かったですね。あと道の駅がここもうやってなかったんですね。夜気づかなかったけど、なんか空っぽでした。はい、じゃあ2日目スタートしましょうか。はい、ぐらいだった。だけどなんだ、頭熱くてくってやって、この辺が冷たくて、もう布団から出てるところ全部がさ、もう布団の表面がもう冷たかった。私は人生初めてヤクルト初めて取りましたんで、昨日飲むの忘れたんで今日飲みましょう。なんで1本余ったんで嫁に与えてあげたいと思います。これいいよ、睡眠が良くなるんで。今起きたばっかり。いや、いいんですよ、1日1本何時でもいいから毎日飲み続けてくださいってやつだね。はい、9時20分だいぶゆっくりやりました。バッツと。まあね、そうだね、凍ってるね。善光寺に行きましょう。善光寺今から善光寺善光寺に行ってるといいですけどね。今日、今回でわざわざ名古屋にいる理由をご説明した方がいいじゃないですか。ご説明する？この旅は、まあ、お寺のですね、嫁の誕生日に買ってあげた。こちらのガイドブック京都科学ガイドというところ、4冊セットで買いました、ね、そう4冊セットになってるのを買ってもらいまして、でいろいろ読んでいるんですけども、今回は目的としましては、手まりじゃないよ、手まりも昨日ご購入。そうっつってね、松本民芸とかいう書いてあった手まりも買いましたけども、長野こちらの鳩車っていうのが欲しくて、かわいいね。ねえ、あけびの鶴で編んであるっていうんですけども、こちらを見ようと長野に参りました。善光寺の近くに行ってればね、あたりにしなかったら野沢温泉まで行くか、もっと上、もっと上、深いな。どうでしょう。どうでしょう。あるとね。雪深いな。そうだね。だってウォッシャー駅凍っちゃって。ウォッシャー駅凍ってた。出なくなっちゃった。だからマイナス10度ぐらい行ったんだな、昨日の夜。行ってる。今マイナス5度だし。今マイナス5度。どうでしょう。長野白馬有料
道路というのを通りまして、左に曲がって国道19号、なんかそこにモニュメントみたいなのあるけど、長野オリンピックですかね。あれ？オリンピックの形でもなかったの？一気にあれだね、中心部にやってきた。長野市。うん。市街地。長野県長野市。岡田町。そう、県庁。ここ県庁。これ町に。善光寺って書いてあるな。戸隠善光寺でしょ。うん。ちょっとでも戸隠なんですよ。戸隠なのか。まあ、そんなに雪ねえから戸隠回って帰ってもいいけどね。どうかな。同じとこ帰って帰るより、まあ、あとは夜になったら泊まればいいし。出たまた。またでもいい。何泊するんでしょうか。気合いな準備があるんですけど。気合い準備するときに言ってくれない。広すぎる。200分は持ってきたんでしょ。だって念のため持ってきましたけども、そういうことではない。これですか。こっち側全工事じゃない。そういうか、2メートルまでだけど入れるの。これ入れますよ。あ、そう、よく見た。これぶつけそうだよ。長野と言ったら善光寺でしょって言ってた人はどうですか。善光寺来たことあるはずなんだけど。あ、そう、俺初めて来ましたね。燃えてるよ。入れるだけなのか。でした。本殿に行きましょう。はい、立派だね。目の回廊があり、樋口の御本殿、善光寺殿、床下に。そう、あるの。これを動いたら行ったんだ。珍しいですね、子供の時の記憶があるなんて。ちょっと面白かったですね。面白かったよ。これみんなやった方がいいね。お階段巡り。真っ暗ですからね。何の魔が真っ暗の魔は悪魔の魔みたいな感じ。これをやった記憶がね、あった。あったんだ。やった方がいいですね。おすすめ。極楽の城前を探り合って何ね。クカラって何なんです。クカラ12。なるほどね。ここだよここだよって腕持ってかれましたからね。はい、満足ですね。善光寺。じゃあ、あっち行きますか。うん、はい、参道。どうですか、この羽の音は。いいですか。参道って感じですね。参道を歩く。こっち側見てて、あと逆も見てこればいいんだ。なくなったってことは分かったことですね。ライチョウの木彫り。はい、どうぞお金払ってください。ついつい見てないでお金払ってください。逃げた。ライチョウおばさん逃げましたね。ライチョウ購入です。ちょっと撮るの忘れたんで、後で写真載っけておきますよ。
県の鳥なんです、ね、そうですよ、ライチョウ。だって見たことなかったじゃん。ほら、何売ってないかな。ここが一番売ってそうなんだよ。あれね、名前なんて言うんだろう。何ぼっこだ。熊何だ。これいいね。いいんじゃない。よく見つけますよね、でもね。アンテナ高いんだ。お一ついかがですか。ゲットしたようです。まだ見んの。まだ見る。はい、ありがとうございます。あ、やっぱそうなんだ。プラスチックやなんか使ってるのは入れてないんですよ。なるほどね。あの、つまらないじゃん。もうだって軽いです。はい、ありがとうございます。じゃあ仏壇用の線香も買ったんで帰りましょう。木彫り2体ゲットしました。鳩車がないので野沢温泉に行きましょう。はい、はい、今ちょうど12時。腹減ったな。ちょっとなんか、うん、ちょっと探そう。出発と、出発と。ちょっとお腹が減ったんで何があれば。1時半。なんだこれ、とても暖かいんじゃない。今度暖かいですよ。暑いぐらいですよ。なんだろうな、さあ、ね、このさ、善光寺のところなんか模様が可愛いんだな。こちらアップルライン。こちらアップルラインです。まあ、農園、リンゴ。そう、リンゴ農園さんがずっと続いてるのね。リンゴ屋さんがいっぱいある。いっぱいな、今リンゴ。今求めてるのはリンゴじゃないんですけど、ね、お昼ご飯なんですけど、お腹が空いてるみたいで。お腹空いてるからリンゴっていう文字は入ってこないですよ。リンゴは除外される。そう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 。野沢温泉郷に向かってますね。売ってるといいな、鳩車を求めて。野沢温泉で鳩車を見つけられなかったらもう一泊延長になります。野沢温泉ってなかったらもうどこにもないんじゃないかと思うんですけど。ネットで買うしかない。ネットで買うしかないんですよ、そういう。意外になかったもんな。善光寺の周り全然なくて、聞けばあのお店の人に聞くと、いやもううちで扱ってた職人さんが辞めてとか、そうだね、この木彫りももうなくなっちゃってるんでとか、もうなんかもう後継者ゼロみたいな。後継者ゼロ。なかなか。やっぱりあれ話してて分かったけどさ、やっぱりこう農家が多いからさ、うん、冬にやることがなくて、うん、そうだね、そうね、冬の手仕事で作ってってっていう感じなんだろうね。なかなかつく人がいないというかね。全国の民芸品を集めるのは思いのほか難しいことなのかもしれない。でも遅くなればなるほどどんどん大変だもんね。そうそうそう。そうだ。道の駅ふるさと豊田だ。ふるさと豊田あるんじゃない。あるかな。あ、なんかうどんのマーク出てるから、なんかそばあるじゃないか。そばそばが食いたかったんで。やっぱりね、信州は大好きな直売じゃありません。あ、でかい。大きいな。本当だ。立派な。あっちもでしょ。なんか馬のやつだね。馬のやつ。うん。よし。ご飯食べましょうか。そばがあったんで、そば屋探しててそばがあったんで、今日はベストです。めっちゃ豪華な天ぷらうどんです。うどんじゃねえ、そば。ごぼうじゃないですかね。口濃いよ。すごいよこれ。卵も入ってる。
ったものも入ってる。すごい。嫁の肉うどん。肉そばですよ。いつもうどんで。今日うどんじゃないんですか。ここない、ここに来たらそば食うよって言ってます。はい、じゃあいただきましょう。はい。美味しいよねこのそば。すごく美味しい。すごく美味しい。ポテトサラダ。すすれない人。でもうまい。手打ちですから。うん、そばがうまいです。長野来てそば食わないで帰るわけにいかないし。あんこが売り切れになりました。あんこないよ。おやき買いました。あんこ売り切れ。温かかったよ。あんこ売り切れって離れました。温めてくれたんじゃない？持ち帰りでも。面白い。バタついてた、ね。美味しいそばでした。バタバタでした。おぶせぎ。おぶせぎ行ってますよ。信州。とかか。信州水着。限定販売。そうね、どうせ買うなら大きい方だな。どれがいい？どれがいいですよ、大きいやつ。はい、私の唯一の購入品は長野県限定ウイスキーのチップスター本わさび味。炭酸水さえあればもう飲めますよ。なんだか空が怪しくなってきたね。すごいね、でもスキー場いっぱいある。ある。あ、だもう着くんだ。あと1点の地形。多いね、さっきも歩いてるの見たもん。見てる。戦いに挑むんですね、今日も。何工芸なんだろうね。ミヒサかな。ミヒサか三区かどっちかですね。残念でしたね。残念でしたね。どうやら野沢温泉の鳩車は途絶えたっぽいですね。途絶えましたね。もう去年の7月に亡くなった方が最後まで作ってたっぽいですね。そうですか。残念でしたね。ね、ちょっと見ますか。はい、ちょっとしつこく探してたらですね、どうやらあるかもしれないというので三九郎商店に来ました。こんにちは。多分半分1個キープされてますけど。ちょっと情報を得たので、あるかもしれないから行ってみって言われたんで。すごい希少なものを探してたってことです ね。もう本当にギリギリだったよね。本当だな。ないみたいです。今本日時点2個あります。さっき聞いたお店と温泉会館に。ただもうあけびの昔からのやつはもう本当にもうないみたいですね。じゃあ下で買いましょう。すごいタイミングに探し出したってことです。もうだってこれ半年遅れだったらもう全然ねえってこと。これですよ、ハトグロ。なんとか売り物のラストをゲットしたんで、なんとかゲット。なんとかゲット。三九郎商店。はい、そこに貼ってあります。書いてあります。よかったですね、書いて。あ、よかった。もう本当最後の最後の
生き残りたちを。あーよかったね。さっきの人だ。ここに来てみたんですけどもね、運転いっぱいいます。旅館案内所帰りますか。帰ります。帰りますか。後車ゲットできたんで、はい、今日は帰ってよしと。ゲットできなかったらもう一泊してこの辺で探す予定でした。そうだね。野沢温泉の真ん中に2羽しかいませんでした。2羽しかいない。2分の1ゲットしました。残り限定1。本当はね、もっとちっちゃいやつが欲しかった。そうだね、なんかサイズが大きいのしか、もこのぐらいにしかなかったですけど。でもそれでもね、最後これだからあと1ヶ月後とか2ヶ月後に来てたら本当になかった。なかったね。あの買ったサンクロー商店の人が、うんうん、いやどこにあったかな、どこにあったかなとかね、なんかそのぐらいの記憶だ、うん、記憶力を言ってくれたからよかったけど。そうだよね。まあ結局同じ大きさだったんで。そうね、戻って戻って教えてもらった。車も止めてもらったし、お店でこちらで買います。帰れます。今ですね、ナビを設定したら家まで255キロ、はい、到着時刻は9時38分なんで帰ると。これが12時過ぎたら泊まろうと思ったけど、今3時20分だからさ、3、4、5、6、7、6時間もかかるわけ。うん、そうですね。あ、大変だ。まあ下道なんで大丈夫、ね、疲れたら高速乗ります。休憩多めで、休憩を目で帰りましょう。はい、じゃあ冬旅、山の辺これにて終了です。はい、お疲れ様です。おまけ動画です。道の駅野沢温泉寄ったらですね、言ってました、あれっつってあれって言ってそれ買っといた方がいいと思いますよ。ちっちゃい、まさかでしたね、びっくりしましたね。あれっつってそうですかみたいな。でもさっきはこのぐらいの、さっきそうだね、さっき買ったのこのぐらいの大きさで、あの当時物の箱付きでさ、ちっちゃいの買ったらいいんじゃないですかね。ちゃんと箱入りで買いましたね。疲れが大丈夫かな。もうここのあと熱出るんじゃないですか。もう前回もなんかそんな感じでした。北海道行って好きなもん全部買ったらもう熱出たみたいな。どういう。まあもう そもそも小遣いなくなって俺からお金借りた人がいますからね。はい。はい、もう本当に帰る。はい、帰ります。本当に帰ります。